よっこいしょ。満点プラスワンです。はい、今日使ってるのがですね、ビジョン1点プラス1ですね、従来の1点に比べてリップの長さが長くなってるんですね、その分従来の1点が1メーターぐらいを、先行振動があるんですけども、1メーターをカバーできる、ジャックベイトで、こちらが 1.8 メートルまで潜る、ミッドジャックベイトですね。アクションの違いなんですけど、1点は、わかりやすく言うとパワージャックベイトで、どちらかというとパタッパタッとこう鋭いドッグウォークでこうパワーで押し切っていくようなタイプのミノで、ワンテンプラスワンっていうのが、よりシャットライクになって、ワンテンがパタッパタッとパワーで押し切っていくタイプ、こちらがキレが加わってるんですね。綺麗に、キラを打ちながら綺麗にシャットライク、余計シャットに近いような形で動いていく、ミノです。11月12月どんどん、琵琶湖のウィードの背丈が低くなってリードが枯れ始めた時に、こちらが幅広いレンジを琵琶湖でずっとカバーしてくれるんで、まあ4メーターレンジまで僕こちらでカバーしてます。なんでワンテンでちょっと魚がまだ低いなと、こう、魚が上に湧いてこないな、浮いてこないなっていう時は、ワンテンプラスワンの出番になりますね。今や琵琶湖の定番となったビジョンワンテン、それに、新たにビジョンワンテンプラスワンが出たことによって、かなりのレンジをカバーできるジャックベイトが出ました。こちらのジャックベイトで僕もかなり魚をあげてます。ぜひ皆さんもこちらもかなり釣れる、ミノになりますので、ぜひ皆さんもお試しください。おっしゃ、この時期ここから11月12月、まあ3月4月もそうですけど、こういうクランクの釣りがいい時はやっぱりそういうベイトフィッシュが絡んでることがある程度条件になってくるんで、ベイトフィッシュの有無っていうのはすごい気にしておいた方がいいですね。すごい実績のあるディープクランクなんですけど、まあ琵琶湖で
僕も数えきれないぐらいのゴリラップを釣ってるんですけれども、あのね、これがなんで釣れるかっていう一つちょっとだけね、ちょっとした秘密があるんですよね、実はね。でね、それをちょっと簡単に説明させていただくと、これ重心移動のウェイトシステムが入ってます、ね、これがカチッと後ろに動くと、ここに今お尻の方にウェイトがありますから、キャストした時にすごいこう飛ぶんですね。ロングキャストが可能です。あともちろんこういったロングキャストシェイプ形っていうのもあるんですけど、一番大きな、理由としてはこのウェイトが、すごい大きなウェイト、メインウェイトがお尻まで動くっていうのがあります。でもう一つ、これがなかなか、こう肝になるんですけど、このメインウェイトが、まあ、泳ぎ出しの時はこういう泳ぎ出しになりますから、リップの抵抗で泳ぎ出した時に前に重心が移動します。でここの、ウェイトルームですね、前のウェイトルームが実はちょっと大きめに作ってあるんですね。だから動かすとちょっとこう前後に動きます、ウェイトが。そのことによって潜っていく時は、リップの抵抗で前に抵抗がきますから、こういう形で潜っていきます。結構こう急角度な、潜航姿勢になると思います。で潜っていきます。この時のアクションっていうのはこういう尻尾を振るようなウォーブリングですね、ウォーブリングのアクションで潜っていきます。ところがある潜航深度の限界に来ると、ラインの抵抗とかそういった形で引っ張られるんですね、上にね、抵抗として。これはどんなクランクベイトもそうなんですけど、その時にディープ X の場合はこのメインウェイト、頭に本来を固定されているウェイトが軽く後ろにずれるんですね。そうすると泳ぎがウォブリングからこういったローリング中心のアクションに変わります。このアクションの変わり目でのバイトがすごい多いですね。このアクションの変わり目のところに自分が狙いたいスポット、もしくはラインっていうのを持ってきてあげることによって、より多くのバイトチャンスを意図的に作り出すことができる。僕の場合はそういう風にしながら、このディープ X300 を使っています。クランクベイトをちょっとやってみたんですけど、ちょっと魚が今日はね、フィードの上に浮いてないというか、ちょっとクランクベイトを食うようなコンディションではないんで、ベイトフィッシュも、そんなに入ってないし、アユですね、そういう小アユとかも入ってないんで、こういう時ちょっとスピナーベイトを試しにやってみましょう。スピナーベイトに今クランクの釣りからスピナーベイトの釣りに変えました。でクランクとスピナーベイト一番何が違うかっていうと、やっぱりウィードレス性能なんですね。ウィードレス性能がスピナーベイトは非常に高いと。でそういった意味で、ウィードの面をタイトに引いてこれるっていうところが一番こうクランクベイトとの違いなんですけれども、他にスピナーベイトはやっぱりこのフラッシュブレードを使ったフラッシング、ブレードが起こすフラッシングの効果っていうのが、このベイトフィッシュが絡むこの11月12月には非常に有効なんで、絶対にこの時期に1日に一度は投げてみるルアーの一つですね。今僕がキャストしてるのが、これメガバスさんの新しく出た、1と4分の1オンスの重さを持ったベノムっていうスピナーベイトなんですけれども、こういうこうミノーシェイプというかシャドーシェイプのヘッド、こういうこうちょっと細身ですね、縦から見ると細身フラットな感じので、こういう形状だからだと思うんですけど、すごい直進性が高いんですね。でしかもウェイトが下のお腹の部分ですね、ベリーの部分にウェイトが集中してますんで、形状的なものからなんで、すごいこうディープレンジを安定して直進性を高めたスピナーベイトですね。
おー、食った。あーしょ、あー食った、でかい。これは多分でかいっすわ。よいしょ、おほほほほ、ふう、よいしょ、よいしょ、これはでかいっすね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、入った、イエーイ、入りましたね。よいしょ、食いましたね、ナベート。ウィードを抜けた瞬間にいきなりこいつはガツンってきましたね。普通いつもだとスピナーベイト、ブレードの回転が一回フッてなくなってからそれからガツンってくるんですけれども、そういうこう吸い込まれる前あたりっていうのがこれにはなかったですね。ガツンってきました。